はい、どうもこんにちは、ちりこです。そっちちりです。私が楽しければあなたも楽しい、今日もトリクル増加頑張っていきたいと思います。さあ、新イベントですね、スイートパーティーだってますかねはい、ビビのこちらのマスターいってみたいと思います。それでは行きましょう。はい、今回は、3時ですね、地属性3時のこちらのパーティーで行ってみたいと思います。それでは行きましょう。さあどうする。はい、では行きたいと思います。さあどんな感じかな。なんかこの手前のこの、なんて言えばいいんですか、この子を見るとなんか回復してくれるんじゃないかと思うんですが、皆さんそう思いません？あー違うか、そうだった、そういう子でしたね。どこの決戦でしたっけ、どこかでね、回復してくれたり、ね、お肉に変えてくれたりね今回は、ちょっとマスターってこともあったので、もうフェス限ゴリゴリでいきたいと思います。はい、なんか私のイメージなんですけど、ビビは何か、なんかしびれとか封じとか、他に何かあるんじゃないかなと思ったので、レイディーをね、連れてきました。この人倒した方が良さそうだ。はい、そう、私ね、そう、今回ね、地毒性かと思って考えてみたら、強い地毒性って3時しかいないんですよね、私。もちろん、ジンベンも、ミホークも強いんですけど、ね。そういえば、サンジしかいないなぁと思って、思いましたね。だからどうせだったら、地属性赤いのがね、当たってほしかったんですよね。使うかはわからないですけどね。おう、ビビ。ハッピーハロウィーン。かわいいかわいい。結構なターンだね。チェーンケース。あら。5ターン？5ターンなら、ね、大丈夫かな。どうだろう。もう、必殺技も溜まってるし、次に行きたいのですが。いやー、ビビかわいいね。いやー、これはかわいい。この服をちょっともうちょっとじっくり見たいです。全部爆弾にされちゃった。そっかそっか。ちょっとビビに気を取られてしまった。いやー、1個爆弾しまった。いやいや、もうやめて。そっか、ビビより、大丈夫だった。周りの子を倒した方が良さそうだね。なくなってる。あと2ターン。もうこれで1ターンか。全然大丈夫ですね。よし。はい、6面。はい。
どうしようかな。一応3時飛んどこうかな。一応なんかやっときますかね。さあどうなりますかね。どうなるかな。さあさあさあ。うん。うん。かわいい。あ？あら、あ？あ、ほんとだ。確かに。スロット変換ダメ？そうなの？どうなるんだろう。産地飛ばしちゃった。スロット変換ダメ。あ、使用回数。そうか、そういう感じか。なるほど。どうしようかな。じゃあ、ジンベエもダメってことかな？ジンベエダメ？遅延効かない。あ、そう。何にもしてこない。どうしようかな。とりあえず周りの方を倒す。どうしよう。どうしよう。一回でしょう。誰が使える？ミホークと、ミンゴ。レイリー使ってもね。ミンゴ。使って。これでいいかな。そして、マジック、しびれー、しびれきたー。じゃあレイリー2本、そんなんだよねきっとね。でもまあ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 かな。ミホーク使っちゃったまったく。結構なしびれ。はいはいはい一回ってのがな。弱らすと何かありますか？あるね。ん？さっきと同じか。なるほど。ちょっとレイリーで入れ解除して。それで大丈夫かな？ミスってるけど。やりました。押した押した。よし、やりました。もうなんか力ずくで。力ずくですね。まあ、違うパーティーで周回します。はい。さあさあ、どうかな。クリアになります。さあ、かわいい。いやー、この服がまたかわいいな。いいですね。いいねかわいい。はい。ジオン隠し状態を完全に回復。ベル状態を2ターン回復し、船長が自由か白色タイプの時は、良くないですこれ。生徒が自由格式だから、ルフィ&エイジにも使える。
いいですね。魔女のお茶会。はい。はい。こんな感じでした。はい。ということで、ビビのね、マスターに行ってみました。ちょっと違うパーティー考えます。はい。あ、一味出なかったね。そういえばね。たまに出現だから、まあまあ、レア枠ってことで。はい。ということで、ビビのね、マスターね、行ってみました。はい。この後ね、違うパーティーで、集会したいと思います。はい。はい。今日はこれで終わりにしたいと思います。チャンネル登録、まだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。本日も最後まで見ていただきありがとうございました。バイバイ。